教えろ。ボードレース専門チャンネル、レジャーチャンネルです。早く教えろ。今村選手、お疲れ様です。お疲れ様です。さてね、今村選手、はい、4日間予選走ってみてどうですか。はい、そうですね、無難にまとめれたかなというふうには思いますし、まあ、最後にこう枠ということでね、うん、勝負がけできないんじゃないかと不安でしたけどどうにか自分見ててね、はい、その前半3日間よく外枠でね、はい、耐えたなっていうか、さすがうまいな。いやいや、そうですね、耐えれたんが良かったですね、うんうん、で、まあ、今日のね、この枠をうまくちゃんと生かしてね、はい、そのなんていうかな、明日の GU も高枠ゲットっていう、そうですね、まあ、まあ絶好のスロー越しの位置ですからねはい、なんかモータの特徴って何か出てます。伸び切りはね、僕いいとは思うんですけど、うんうん、その回り足が良かったら多分ね、その伸びにつながってくると思うんですけどね、うんうん、ですからレースよりは試運転の伸びの方がいいような感じはしますけどね、うん、明日ね、はい、順位に何か課題っていうか何か。いや、本来もうちょっと回り足から二の足にかけての足をね、もうちょっと良くしたいんですけど、うん、ちょっとペラもちょこちょこちょっと触ってるんですけどね、うんうん、なかなか来なくて、今の状態がまだ一番いいかなっていうところなんですけどね、うん、人離れに関してはどうですか、ここまで走ってて。人離れは大体似たような感じでは出てるとは思います、うん、スタート感は。スタート感はですね、この最近では良くないですね、うん、タイミング的にはいけてるって言えばいけてるんですけど、うん、本当に分かってるかって言ったら最近の中では良くないですね、うん、これやっぱりエンジンもある。そのいや、エンジンじゃないです、それは関係ない。うん、なんか見え方がちょっと早い時と遅い時の見え方が一緒に見えるんで、なんか自分が変ですね。明日のね、はい、順はおそらく2号艇になると思うんですけどね、はい、この辺のなんかレースのイメージあります。いや、もうやっぱり僕はもうレース作りませんし、うん、作るというのは想定してのレースしないんで、うん、やっぱり出たとこ勝負になるんですけど、まあ、そのためにもね、しっかりしたスタートをやっぱり行きたいですし、やっぱり練習の間にちゃんと掴んでおきたいですね。いや、先ほどこれ聞いてるとね、ニコさんあまりうまくないですよって言ったんですけどね、はい、この辺滑覆しなきゃダメですね。そうですね、どうにか頑張りたいですね、はい、ではね、全国ファンの方に明日順位に向けての意気込みをお願いします。はい、去年もね、優勝してますし、今年も優勝できるようにね、一生懸命頑張りますので、ご声援お願いします。